皆さん、お待たせいたしました。今日のゲストはこの方です。安室奈美恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。番組には2年ぶりですかね、はい、あの前回スペイン坂で公開収録やってる時に多くのファンが集まってましたね。はい、はい、ありがとうございます。まずあのデビュー25周年、そしてベストアルバム、はい、ファイナリーの発売、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、結構時間作ってるんですよ。語りましょうよ。はい、はい、うん、じゃあまずあのこちらのコーナーからいきましょう。意外な一面が覗けるかも。ゲストの○○チャート、○○チャートトップ3。ゲストの意外な素顔をチャートから覗いちゃおうというコーナーです。はい、じゃあ室さん、あのどんなテーマでトップ3を選んでくれたんでしょうか。じゃあ発表をお願いします。夏の思い出ランキングトップ3。 OK、 うん、そのトップ3のなんかちょっと伸ばしてる感じもいいですね。恥ずかしかった。恥ずかしかった。 OK、 じゃあまず第3位は、はい、みんなで行ったディズニーランド。おう、うん、そして第2位、レコーディングの途中でスタッフと行ったバーベキュー、うん、そして第1位、沖縄ライブの時に見た花火。いや、安室さんの、はい、夏の思い出ランキングトップ3、まあ、息抜きが好きっていうか、そういうトップ3にもなってますよね。そうですね、今年の夏は割とあの忙しかったので、うん、でもこう息抜きをちゃんとしてあの楽しもうっていう夏にしました。すぐリラックスできるタイプなんですか。はい。あ、そうなんですか。はい、お、切り替え上手ですか。あの、はい、できます。例えば1週間の休みを取って、うん、最初の 2,3 日はまだ緊張がなかなか取れないっていう状況ではないです。もう休ん、仕事が終わったらすぐリラックスします。お、いいね。素晴らしいですね。まず第3位、はい、あのみんなで行ったディズニーランド、はい、まあ、楽しみ方ってさまざまだと思うんですよ。例えばコスプレで行く人もいれば、はい、まあ、アトラクション食事とか、はい、安室さんはどうなんですか。あ、もう乗り物中心で割とこうみんなでスタッフさんと一緒にみんなで遊びに行こうって言って行きました。でもディズニーランドの時はちょうど雨が降っていて、どうしようかって迷ってたんですけど、行ってみんなでカッパ買って、カッパ着て、割とイベントっぽくて楽しかったです。あの速度が速い系とか、はい、ゆっくり系とか、ぐるぐるゆっくり回るものとかあるんじゃないですか。どうですか。あの速度が速いのは、あ、適度にっていう感じで。過激じゃなかったら大丈夫です。好きなキャラクターって、あー、うーん、何が好きですか。僕ね、プーさんですね。あー、プーさん大好き。子供の頃は多分ミッキーだったと思うんですよ。今日ミッキーの服着てるんですよ。そうそうそう。安室さんどうですか。私ミニーちゃんとか割とやっぱりときめいちゃいますね、見たら。ね、あのディズニーランドが第3位、はい、そして第2位、レコーディングの途中でスタッフと行ったバーベキュー、はい、これもあの息抜きで、ちょっと夏っぽいことをやっぱしたくて、でみんなでバーベキューしようって言って。それが誰が言い出すんですか。安室さんが、よし安室ちゃん行こう、どうなんですか。よし、バーベキュー行く。行こうって言ったのは私です。オッケーでしょ。当たってましたね、ジョイスさん。でも多分今僕が言った口調ではない。ではない。どういう口調で言ったんですか。みんなでバーベキューしようって。全然違うよ。ちょっと違いましたね、ジョイスさん。違いましたね。あ、でもレコーディングの途中でバーベキュー行っても、はい、まあ、スタジオ離れてもレコーディング中だからレコーディングの話になるんじゃないですか、ね、あ、なったりはするんですけど、うん、でももう全然美味しいご飯食べるともう全然、うん、あの大丈夫でした。レコーディングの話をしたかったけど、あえて言わないようにちょっと頑張っていた自分がいたんじゃない。そうかもしれないですね。いや、これ僕の妄想だね。妄想癖がちょっと。あの、そしてあの、はい、第1位、はい、これ25周年沖縄ライブの時に見た花火、はい、これあのライブ後、はい、そうですね、だったんですよね、はい、演出で最後に花火を打ち上げさせてもらって、うん、夏に花火を見ることってもうめったになくて、夏はいつもあのコンサートのリハーサルをしているので、はい、ずっともう、そうですよ、はい、部屋に閉じこもったままだったので、なので今年の夏はそのイベントごとを作ってバーベキュー行ったりディズニーランド行ったりで、あの最後に花火が見れたので、すごい満喫した夏になったなって思います。
花火が打ち上がった瞬間に何を思ったんですか、じゃあツアーが終わったとか。なんか、うん、ほっと一息はすごいつきました。なんか一通り、あ、なんか大きな、うん、イベントことが終わったなっていう、なんか夏の終わりもちゃんと感じました。はい、花火についてファンからもメッセージ来てまして、はい、彩香さん、沖縄ライブ 2days 主人と参戦しました。で2日目ヒーローを聞きながら見た、あの花火は一生忘れることはないと思います。 ありがとうございます。安室さんは同じ花火を当然見てた、どのあたりで見てたんですか。私はもう、バックステージで、もう目の前で大きいのが、椅子に座ってですか。いや、立って見てました。椅子誰も用意してくれなかったんですか。そういうことじゃないと思います。ではないですよね。今日安室さんとお話してるんですけど、ここで1曲かけましょう。じゃあ曲紹介をお願いします。はい、アルバムからショータイム。ショータイム、はい。ゲストの皆さんのパワーフードいつも伺ってるんですけど、はい、安室さんのパワーフードって何ですか。私のパワーフードは焼肉です。焼肉どのぐらいの割合で食べるんですか。ツアー中は常にもう割と終わったらいつも焼肉食べてます。好きな焼肉種類ランキングってあるんですか。特にないです。何でも OK。 一番最初に注文するのは何ですか。私ハラミとかが大好きで、なんか若い時はもっとこう、うん、こってりも好きだったんですけど、はい、なんか最近ちょっとあっさりめな、はい、タレ派ですか塩派ですか。タレ派です。あ、タレ派ですか。Me too。 あ、一緒ですね。そう、焼肉本当ね、パワーフードだよね。なんか、はい、マライチャー安室奈美恵さんのパワーフードは焼肉でした。さあ、今週水曜日にオールタイムベストアルバム Finally がリリースされました。はい、1992年発売のデビュー曲 Mr.USA から最新シングル曲 Just You and I までの45曲、そしてパッケージ初収録となる Christmas Wish、 さらに新曲6曲を含めた52曲を収録しています。で、これまでにリリースされている45曲のうち39曲が新たに歌い直してレコーディングされたんですよ。39、僕最初ね目を疑ったんですよ。僕もうちょっと日本語勉強しなくて。39曲歌い直した。普通やらないですよ。そうですね、はい、大変ですよ ね、 ね、はい、レコーディングする際に何か意識したことありました。その再レコーディングした目的の一つとして、そのもう手元にあるもの、はい、をもう一回っていうよりも、もう一回今の気持ちでその昔の曲を歌って聴き比べてほしいっていうやっぱりことがあったので、でもオリジナルの雰囲気は壊したくないっていう気持ちもあり、まあ25年前のデビュー曲をどう40になった私が歌えるのかっていうのはすごい悩んだりはしたんですけど、でもなんかこう当時の気持ちを思い出しながら割とこう歌わせていただきました。もうこれを考えた時に、はい、どうですか関係者、ちょっと待ってっていう人はいなかったんですか。いなかったですね。あ、はいみたいな、okay。 じゃ大丈夫かな、できるのかなっていう感じで皆さんそんな感じでした。だって曲数も39曲に歌い直すっていうのは曲数も大変だし、はい、あと、はい、例えばまあ15歳の時の当時のキーもこれも大変だと思うんですけど、実際レコーディングしてどうだったんですか。まあ、なんか意外とすんなりいく曲もあれば、やっぱりこう迷ってしまう曲もあって、まあなんかこう大変だったり大変じゃなかったりっていう感じの曲のばらつきはありました。はい、まあファンにとってはもちろん聴き比べもできるし、その気持ちが伝わってると思うんですよ。あるものをそのまま出すのも素晴らしいことだと思いますけど、撮り直す再レコーディングで改めて安室さんが、まあ、このオールタイムベストを聞いて、はい、どういうものを感じますか。私は本当に単純に自分のこう歴史をたどっている感じはしたので、うん、すごく25年間が詰まってるんだな、うん、このアルバムにはっていう感じが、うん、はい、しました。その何て言うかな、
振り返りながら、はいはい、今の安室さんもこのアルバムに入ってて、はい、でもこの道のりをどう例えば振り返って何が見えるんですか。どういう道のり、なんか急斜面、あ、なんかこうジェットコースターみたいな25年間だったので、なんかでもこう一曲一曲たどって聞いてると、なんか間違ってなかったかな、この25年間の歩みはっていう感じもしたりはしました、はい、でも戸惑いっていうのがキャリアが長いと、はい、戸惑いはあります、はい、どういう時に感じるんですか。なんだろう、自分をやっぱり見失う時も出てきたり、やっぱりいろんな意見もあるし、それを実際全部聞いてるとやっぱさすがに迷いとかが生じてしまうので、それをどう自分の中で消化してこう納得してやっていくかっていうのは、割とこう時間がかかる時期もあったりはしましたね。そういう時バーベキューですね。そうですね、リフレッシュは必要ですね。バーベキューってでアルバムタイトルが、はい、Finally、 どんな思いが込められてるんですか。なんかこうネガティブな感じじゃなく、うん、いよいよこう25周年にたどり着いたとか、うん、が始まるとか、うん、こう次に進むステップとしてのなんか表現的にはなんかこう心境的には合っているのかなっていう感じはちょっとしたりはするんですけど。じゃあ悲しいとかではなく、うん、ポジティブに、はい、ポジティブな、うん、で Finally ってやっとっていう意味もあるんですよ ね、 そうですね、はい、なんかいろんな、なんかやっとこの25周年にたどり着けたっていう思いもやっぱりあったりはするの で、うん、でやっとこのアルバムを完成するっていう、そういういろんな気持ちも込めたタイトルになる。そう、ファイナルだと本当終わり、そうですね、そう、で終わりではないんですよ、ファイナリー、やっとやっとですよね。新曲も6曲収録されてて、まあ、さらに新曲のミュージックビデオも新たに撮影されてて、はい、もう大切に作られてる、はい、っていうものがもうみんな感じると思うんですけど、いつ頃から制作を始めたんですか。は、去年のツアーの100本公演が終わって、割とすぐもうレコーディングも始めて、でレコーディングをしながら後半はあのミュージックビデオも撮影させてもらってて、割と長いスパンで制作をしてました。そんな39曲を、はい、この1週間しかないとかそういうことではなかったんですね。はい、違います。無理でしょ。無理だね、かなりハード。無理だ、ね、でさらに、はい、オフィシャルファンクラブの会員限定の特別版、オフィシャルファンクラブの、うん、そうですねはい、16年ぶりに、はい、小室哲哉さんが楽曲を提供した、はい、How Do You Feel Now、はい、これも大きな話題になってるんですけど、これ歌詞サウンドを聞いてどんなことを感じました。なんか、あ、小室さんの楽曲が来たなっていう感じがしました。あ、こちらですね。16年ぶりでに来た時にはそれ聞く前ってどういう気持ちなんですか。いや、すごいドキドキしてました。どんな曲が仕上がるのかで、やっぱり聴いた時はもう本当に小室さんのサウンドだなっていう、うん、はい、いいですね。ここでもう一曲かけましょう。じゃあ曲紹介をお願いします。はい、アルバムから Into。 ありがとうございます。この曲は安室さんにとってどんな曲なんですか。なんだろうな、すごく刺激を受ける楽曲ですね、うん、その刺激って例えば歌詞だったり、うん、音、ビート、うん、なんかライブで歌うとかいろいろあると思いますけど、どういうところに刺激を感じる。音はかなりやっぱり刺激は感じますね、うん、そのコンサートで作るときにインパクトだったりとか、やっぱりこう自分のテンションが上がるものだったりっていうのは、やっぱりビートとかそういうのは割と大切に選んだりはします。CM を挟んでライブのお話などもいろいろ伺っていきたいと思います。はい、お知らせの後ももちろん安室さんとのトーク続きます。本日のゲストは安室奈美恵さん。 That's you。 はい、引き続きお願いします。来年2月から東京、大阪、名古屋、福岡、札幌を回る5大ドームツアー
でさらにあのアジアでのコンサートも決まってまして、決定してまして、でツアー の詳しい日程は今月発表予定です。はい、であのそれぞれのライブのセットリストはですね、特設サイトでのファン投票によって決定されます。セットリストの投票は12月の31日まで受付中です。ドームライブのセットリストがファン投票で決まる、まあ、これはファンにとってすごく嬉しいですね。本人はどんな心境ですか？いや、なんかどんな曲が選ばれるのかすごいドキドキしてます、うん、どんなライブにしたい？なんか本当にファンの皆さんが純粋に単純にあの楽しめるコンサートにはしたいなと思ってます。どうですか、1曲目何にしようかなって。そうですね、どのタイミングで考えるんですか？あの今回は投票なので、うん、投票 の、うん、結果が出るまで待って、okay. でその中からどの曲をオープニング曲にするかっていうのはこれからです。楽しみですね。まさかライブ、まあでも MC はしないから、なんかじゃあ次は2位とかないですよね。そうですね、ないですね。ないかもしれない。そう、簡単。担当票で第1位。話題になると思いますけどね。ライブは安室さんにとってどんな存在ですか？ライブはもうあの私の全てを表現、うん、しているところなので、全てライブのためにあの楽曲も選んでレコーディングしてっていう、うんうん、全てがそのライブに向かっているものなので、やっぱりそこが始まりでありやっぱりそこで終わるっていうのは、うん、あの自分にとっての、 あの大切な場所だからかなっていう感じがします。ライブ多いですよね、1年の半分ぐらい、はい、1年を通してずっとライブしてると思うんですけども、はい、コンディションはどうやっていつもキープしてますか？はい、なんか割と何もしない方が。何もしてないんですか？あの十分ステージで動いてるからね。なんかこう逆にやりすぎると風邪ひいちゃったりするので、もう本当にいつも通りリラックスしてれば、はい、なんか割と風邪もひかないっていう。ライブで何ですかね、あの緊張する瞬間ってあるんですか？緊張する瞬間はもう出る本当に直前はもうピークに緊張してます。どうなるんですか？いや、もうドキドキしすぎて、とにかくお家に帰りたくなっちゃう。でもこんだけキャリアも長くて、はい、いろんなところでライブやってきて、はい、やっぱ緊張するものなんですね。します。はい、オープニングのなんかこう音が始まって、もうあと何秒で出るっていう時がもう一番緊張しますね。あの海外のファンからメッセージも来てまして、はい、メッセージ来ています。ラジオネームアムロスペースさんからです。アムロさんの韓国のファンです。韓国でもアムロさんのことを応援するファンがとっても多いです。前の沖縄のコンサートも見に行ったんですけども、風の中聞いてたネバーエンドにすごく感動して、今でもいい思い出に残っています。いつも素晴らしい歌と舞台力、あ、舞台力になりますので感謝してますと来ています。ありがとうございます。あの語りましたね。そうですね、そうですか、自分も結構語ったって。はい、語らせていただきました。楽しかったですね。はい、楽しかったです。で、はい、っていうのは、はい、終了、まあ、おしまいの時間。あっという間だ。あの最後に、あっという間でしたね、うん、あのリスナーの皆さんにメッセージがあればお願いしたいんですが、はい、今回のアルバムは本当にあの大切に作らせていただいたアルバムなので、あのぜひ楽しんで聴いていただけたらなと思っています。最後に Do It For Love を聴きながらお別れにしたいと思いますけど、はい、あの曲紹介お願いします。はい、アルバムからドゥイットフォーラブ。本日のゲストは安室奈美恵さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。